ピえすぎる。行きましょうか。ウォンバットって知ってる体重約90センチ、体重約30キロ。オーストラリアに生息する有袋類で、ずんぐりむっくりな体で巣穴を作って生活します。そんなウォンバットちゃん。コアラなどの動物は人に抱かれることが多くなると、ストレスで寿命が縮んでるしてしまうんですが、ウォンバットの場合、真逆で、とても懐っこく人に流れることが大好きなんですね。で、何年か前に大型の台風がオーストラリアを襲った際に、動物園が被害に遭って約2ヶ月間閉鎖していたんですね。そしたらウォンバットの体中が見るみる悪くなって、普段から体調を崩すことあったらしいんですが、圧倒的に様子がおかしいと、あらゆる手を使って病のの理由は何なのか診断ししたらしいです。えー、みんな 台風ののせいいいなななかんんんててて思っていたたでですが調べた結果寂ししくてうつ病らしいんですよね <laughs> そんな動物いないんですよ。基本人に関わって生きてきてないんだよ。コアラのようにストレスを感じるのは普通じゃないですか。寂しくてうつ病なんて絶対嘘だなって思ったんですけど、その寿命というものがありまして、野生化だとだいたい5年くらいで死んでしまうんですが、飼育方だと最大で35年生きるらしいです <laughs>。いや、愛なんかい。そんな愛の量で7倍は上、伸びる <laughs>。そんな動物いねんだよ愛されたいんですね。